即効性が高いなと思った美容液です。韓国で話題性の高い LDM の施術を受けた後のようなこのもっちり感になるので、お肌がこんなにきめ細かくなってツヤができます。そんなハリ、弾力を作ることができる必須のアイテムが、皆さんこんにちは、改めましてリメイジです。今日は皆様に美肌を目指す方なら必ず知っておかなければならない、美肌の根本的に必須となるとっておきのアイテムについてシェアをさせていただきたいなと思います。私も今まで様々な美容法を勉強してきたんですけれども、美容家が口を揃えて大切にするものがありますので、ぜひそちらをシェアをさせていただきたいなと思います。さらに相乗効果を生み出す個人的におすすめな組み合わせを皆さんにシェアをさせていただきたいなと思っていますので、ぜひ動画を最後までご覧いただくと皆様の今のお肌のお悩みが少しでも改善できるんではないかなと思っております。私の動画では元美容部員の経験を生かし、美容医療から海外コスメまで幅広く皆さんにシェアをさせていただいております。旅の動画も出しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。それでは早速動画に行ってみましょう。皆さんが思う美肌というのはどんなお肌でしょうか？毛穴のないお肌、たるみのないお肌、ツヤ感のある肌、このね、美容の定義というのは人種や価値観によって多種多様だと思うんですけれども、ハリ、弾力があって年齢を感じさせないお肌っていうのはすごく皆様魅力的だと感じませんか？そんなハリ、弾力を作ることができる必須のアイテムがタンパク質なんです。私自身実体験で今年の初めにダイエットをしてたんですけれども、しっかりとタンパク質のある食事を取り入れることによって、ダイエットしているのにいつもよりお肌がすごくハリ感があって艶やかになったんですね。体そのものを作り出す根源というのはタンパク質なんですけれども、その中でも美肌に特化しているのは大豆類が特におすすめなんです。そんな中、いろいろねタンパク質を取り入れられるスキンケアを探したところ、やっと見つけたのがこちらです。ネバル発酵豆タンパク質美容液です。早速こちらのテクスチャーをお見せしていきたいなと思います。このテクスチャーは数多くの美容液を使用した中でも初めてのテクスチャーなんですけれども、すごく粘り気のある伸びるテクスチャーで、この細かいテクスチャーがお肌の密度をぐんと高めてくれます。すごくない？あんなテクスチャー見たことある？肌に吸い付くのが他の美容液と比べると今度レベルが違いすぎて、美容液って似たり寄ったりじゃないですか、正直。だけど本当にこの美容液は使ったことがないテクスチャーで、本当にね大好きで使っています。肌に必要な成分と聞くとビタミン C でしたりコラーゲンと思い浮かぶ方も少なくないと思います。実はコラーゲンもタンパク質の一種で、髪の毛でしたり爪もタンパク質から作られているんです。このタンパク質がお肌に不足してしまうと肌トラブルが起きてしまうんです。加齢とともにこのタンパク質っていうのは徐々に減ってってしまうんですが、このタンパク質が損失されると肌の密度が落ちて肌がたるんでしまうんですね。そうすることによってフェイスラインもともにたるんでしまい、二重顎でしたり輪郭のお悩みっていうものが出てきてしまいます。今回のこの豆のタンパク質なんですけれども、植物性タンパク質を使用しています。植物性タンパク質はお肌の抗酸化作用の促進でしたり、ホルモンバランスを整えてくれたりするので、お肌の浸透力をより高めてくれる成分です。実際に毛穴の大きさの約9万分の1サイズのナノタンパク質が配合されているそうです。私はトナーの次、ビタミン C 美容液を塗ってからこちらのヌル発酵豆タンパク質美容液を使用しています。レチノールとかビタミン C などの攻めの成分と併用しても衝突しないからすごく助かっています。この美容液のさらに相乗効果を高めるためにメディキュームの美顔器を一緒に使用することで効果がねすごく高まるので、ぜひ皆さんもやってみてください。実際にフラスキンの担当者もこの美顔器と一緒に使っているらしくて、タンパク質美容液なしで美顔器を使った時よりもお肌がすべすべでもっちもちになり、お肌の密度を高めてフェイスラインまでシュッと上がるアイテムでございますので、ぜひ一度は使ってみていただきたいなと思っております。
最近動画にも出したんですけれども、韓国で話題性の高い LDM の施術を受けた後のようなこのもっちり感になるので、ここがね私の驚いたすごく点なんですけれども、あの張り感をね自宅でここまで再現性の高いものにできるかという、本当にね画期的なスキンケアのアイテムだと思います。私すごく室内での仕事が多くて、まあ、年間年中結構室内にいるんですけれども、日中すごく乾燥しちゃうからミストを使用しているんですけれども、このタンパク質美容液を使用するとミストをつけてないことに気がついたので、速効性があまりにも早すぎるからちょっと疑心暗鬼になってね、この美容液を2日間しないでいたの。そうしたらもう日中めっちゃ乾燥してしまって、もうすぐね、まあ、ミストを取り出したんだけど、そのぐらい速効性が高いなと思った美容液です。実際に塗布した後のツヤ感がレベルが違うからちょっと見ていただきたいんですけれども、タンパク質美容液がお肌の密度を高めてくれるからお肌がこんなにきめ細かくなってツヤができます。こんなにもさ粘り気があるのにもかかわらず、実際にお肌に塗布するとスッと馴染んでベタベタ感が一切ないのも本当に不思議で、かなり癖になるんですね。まさにヌルフィラーというライン名が納得できる仕上がりでした。ちゃんとしたエビデンスも承認されていて、2週間後使用した肌密度が 8.18% 改善されている。さらに2週間後のお肌の弾性回復力が 4.45% 改善しているというのもちゃんとしたエビデンスで認められています。しかもさらにすごいのが、まあ、デパコスでねすごくまあ有名なエスティローダの美容液の主成分ビフィズス菌配合、さらにフィラースキンバイオーム配合でお肌の密度を高めつつ若々しいお肌に導いてくれる美容液なんです。保湿効果も抜群だし、今の美しさをキープしてくれる美容液、この最強な発酵豆タンパク質美容液をお肌にしっかりと浸透させるためにも、お肌の角質が溜まっていると浸透しません。年齢を重ねるとターンオーバーの促進が乱れ、角質が溜まりやすくなって肌の奥までうまく成分が浸透しにくくなりやすいです。肌トーンがくすんだりブラックヘッドができやすかったり、ベースメイクが肌にしっかりと密着しなかったりと、まあ、様々なねお悩みがポロポロ出てくると思います。しっかりと美容液を浸透させるためにも、この機会にぜひご使用していただきたいのがこちらです。100万一番絞りタンパク質トナーです。こちらのタンパク質美容液と同じラインのタンパク質トナーが出ているんですけれども、私個人的にすごく好きだったトナーです。このタンパク質トナー、何が私がすごく気に入っているポイントかというと、白米から抽出されたタンパク質とともに天然酵素が配合されているんです。だから角質が刺激なく除去できますし、お肌が軟化されて本当に柔らかくなります。私酵素はインナーケアでも取り入れ続けている成分なんですけれども、実際にも私も韓国に短期滞在していた時も酵素が本当に注目されているんだなと感じました。 PHA の角質除去成分もすごく有名なんですけれども、ここ何年も注目され続けているのはやっぱりね酵素だなと感じました。たった1回だよ、これたった1回の使用で皮膚角質が 43% も改善されます。夏ってね意外と皆さんね乾燥しやすい季節でもあるんですよ。外気の温度が高くなって汗をかきやすいですよね。で汗をかくと汗の塩分がお肌の表面に付着することによってお肌のダメージとなり、そして肌の乾燥を招く原因ともなるんですね。汗で気がつかないままインナードライが深刻化されるのも少なくないんですよ。このトナーはエマルジョンを3回にわたり粒子を細かくしてトナーにしたものなので、トナーの浸透力とエマルジョンの保湿力を同時に叶うことができるインナードライの方に特におすすめのトナーです。インナードライが改善されるとメイクのりももちろんね良くなりますので、ぜひねこの発酵酵素が配合されているこのタンパク質トナーをぜひ一緒にご使用していただきたいなと思っています。タンパク質のこのスキンケアラインは私の一生コスメにもうランクインせざるを得ないアイテムで、どこまでねこの韓国のスキンケアの業界は変化ねし続けるんだろうかなと思うと、本当にね
もう圧巻なんですけれども、今日も皆さんに最近私の使用しておすすめのラインをね紹介することができてすごく嬉しく思っております。ということで本日は年齢を感じさせない美肌作りのアイテムについてご紹介をさせていただきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。次の目変わりでちょっと購入しようかなってご検討されている方はぜひ概要欄に詳しい情報載っていますのでチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしてください。ありがとうございました。